どうもこんにちは、いきちかです。今日も栄冠内やっていきたいと思います。今回何使っていこうかな。紅白戦でも使って、あの右の5のやつは合宿に行くのに使いたいんだよね。お、練習指示上がった。お、練習指示引いた。練習指示使ってきます。よし、ということで今回決勝やってきてましょう。どんな戦いなんでしょうか。今回からはコールドが消えるんで、コールドにビクビクしないで済みます。積極的に魔物も使ってしっかりと必ず敵を倒していきましょう。シュート選手、新田選手、若林選手、2択でいきます。打順こんな感じにしてきました。はい、見てください。はい、こんな感じです。で、2択なんだからこのまま2番でいきます。試合開始。よし、夏の都大会決勝でございます。国立北高校、国立か、国立北高校対親高校でございます。ごめん、マイクに当たった。総合戦力 B、 田博選手とこ、多分あれだね、 OB の選手だね。1点取られたし、なんか今泉くんまずかったかな。そして今回急成長な、ナイス。田博さん違うわ、普通。おお、曽我くん強え。3年生だよね。キャッチャー片し普通に強いな。ただちょっとこの2人がちょっと落ちるかなぐらい。はい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 、関谷選手ぐらいかな、打てるのは。よし、今回はまあ、粘ればでいきましょう。相手の強心慎重できます。新田くんの良さが出る気がする、そっちの方が。オッケー。オッケー、ナイスセン。ナイスセン、ナイスセン、おし、新田、お、俺の手のひらをくるぐるさせる気か。2点取って1点取られたんだよね。オッケー。おし、もうそれでいい。今回はもう点の取り合いでいこう。引っ張りできます。強心で。おし、ナイスナイス、めんちょく。フェンチョクだと思ったらフェンチョクじゃなかった。手前でワンマンしやがった。よし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 、点取った。もう大シーソーゲームだね。決勝は大シーソーゲーム。誰が点取った。お、今回佃くん会だね。素晴らしい。よし、ミート流し打ちでいきましょう。阿部日を信じましょう。新田くん打率3割4分8人か、微妙だな。できれば4割乗せてほしかったんだよな、天才だし。でも最初の方打ててなかったもんね、そう思うと。よし、流し打ちでいきましょう。今回佃くん会なんだ。このまま佃くんで終わらせてくれ。佃くんが試合を決めて、佃くんで5、佃りにしてやるぞ。あー、追いつかれた追いつかれた。今泉くん今回安定してないな。早めに変えるか、ピッチャー。ここ瀬戸口くんでいきます。菅谷くんはもうちょっと後からの切り札でいく。で、ここは低めでいきましょう。瀬戸口くんちょっと安定してるんだよね、最近。防御率0点台なんで、監督の采配が、監督の采配に狂いがなければ抑えてくれるはず。ナイス。ノーアウト1、2塁。瀬戸口くん、いい働きしたけど、ここは代打できます。宮原くんだな。宮原くんで、セーフティー。OK、ファイト。ファイトセーフティーできます。ファイトセーフティー。上げちゃったよ。4って割と上げるよね。何なんだろう、4。3の方が成功する気がする。4の魔術。オッケー。まあ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 、さっきアウトになったと思えば。アウトになって、シュート選手が、4球選んだと思えば、まあいっか。オッケー、ここは天才だ。天才が決めるとき。あ、切れちゃった。いい流し打ち。オッケーオッケーオッケー。このまま、決めよう決めよう、決めるか決めるか決めるか決めれない。グランドスラムの狙いの方が良かったかな。宮原くんところ変えて、徳永くん一周出します。お、徳永くん抑えてる。素晴らしい。で、ノリさんなら走りましょう。盗塁 B だから。オッケーナイス。盗塁 A、盗塁 B。オッケー。ここはどうしましょう。セーフティーだな。オッケー。バンド職人のセーフティーだったら、ミスらない。盗塁4だしね。で、津田くんと、津田くんネック使って流します。もう4対4、怖えな。おし、ナイス、津田くん。津田くんヒーロー率高いぞ。津田くんマジサムライハートだわ。ヘイヘイサムライハート。よし、行きましょう。テンション上げ上げできます。流し打ちで。ちょっと汗くせえ俺。なんかいかにも野球部みたいな匂い。元野球部だけどね。お、また点取られた。徳永くんここ黄色い線使って、違う、危ねえ。菅谷くんにバトンタッチ。菅谷くんは、ここは、引っ張りとかもいいから外角で速球オンリーできます。速球オンリーでいい。速球中心じゃない、速球オンリー。オフセンか。どうしましょう。
低めだな。もうさよなら勝ちで決めるしかねえわ。あー危ねえ危ねえ危ねえ、これはナイス、ナイス、危ねえ、超怖えよ。よし、ここは引っ張ろう引っ張ろう、新田くん、新田くん決めようぜ。男だな、さよならホームランで決めるときが最高なんだよ。危ねえ、さよならホームラン、さよならホームラン、押し抜けた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 、ナイス。よし、エラーか、今の普通にヒットだと思った、当たりできないヒットだよ、俺はヒットだと思ってるから。で、ここは魔物使うか、ごめん、魔物使わせて、魔物使ってセーフティーできます。 OK、オッケー、これで負けることはほとんどない。よし、ノリさん、もう一遍魔物かけて犠牲フライできます。ああ、これで勝つのはちょっと微妙と思った。犠牲フライできます、いきましょう、いきましょう、さよなら犠牲フライか。よし、勝てたー、甲子園決勝、さよならだぜー、勝てた勝てた勝てた。よし、ナイス、甲子園大会出場でございます。最終回に向けて突っ走ろうぜ。もう負けた瞬間最終回だからね。ただちょっと ここで校歌歌うのは甲子園の決勝まで取っとかして、校歌歌いたいんだけど、歌いたいんだけど甲子園決勝で歌いたい俺は。よしよし、大シーソーゲームを制した。次回合宿からやっていきましょう。みんないい感じで能力上がってるかな。三田くんは総力にしたんですよ、総力93まで上がってる、素晴らしい。あ、そんな感じでございました。次回合宿からやっていきましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。